A seraph in the King James Version is a type of celestial or heavenly being originating in ancient Judaism. The term plays a role in subsequent Judaism, Christianity, and Islam. The name seraphim clearly indicates their ceaseless and eternal revolution about divine principles, their heat and keenness, the exuberance of their intense, perpetual, tireless activity, and their elevate and energetic assimilation of those below, kindling them and firing them to their own heat and holy, purifying them by a burning and all-consuming flame, and by the unhidden, unquenchable, changeless, radiant and enlightenment power, dispelling and destroying the shadows of darkness. 四天使、四天使は天使の異界の一つ。ニセ・ディオニシウス・アレオパギダが定めた天使の九階級のうち最上とされている天使ということになる。三対六枚の翼を持ち、二つで頭を、二つで体を隠し、残り二つの翼で羽ばたく。神への愛と情熱で体が燃えているため、死、つまり燃えるという意味の天使と言われている。民数記には、ネハシム・セラフィム、燃える蛇たちが出てくる。これは火のごとき空を飛ぶ蛇の姿であるという。空を飛ぶ蛇の姿であるという。悪魔の王となったルシファーも打点する以前は最上級の四天使であったとされている。ルシファーは特別に12の翼を有し、何よりも美しく光り輝いていると言われていた。以上、ウィキペディアの説明より。広志林、浜松シティ、ジャパン。その四天使はエア延期プロメテウス自身のことでした。それをこの動画の中で順に証明します。ところで皆さんは手塚治虫の書いた火の鳥をご存知ですか？この火の鳥は一体どの神を、つまりどの神をモデルにして描かれた絵ということになるかということなんですけども、それについては次のように説明されています。その手塚治虫の火の鳥についてウィキペディアは次のように書いています。人知を超えた存在である超生命体、100年に一度自らを火で焼いて再生することで永遠に生き続ける。もともとは天上界にいたが人間界に降りた。繰り返します。もともとは天上界にいたが人間界に降りた。人の言葉を介し未来を見通す、また人類と地球の歴史を見守り続ける不死の鳥。その血を飲んだ者も永遠の命を得るため多くの人間たちがそれを求めて争う。不死鳥、つまりフェニックス、火炎鳥、鳳凰とも呼ばれる。時間と時空を超越した存在で分身もできる。モデルは実在のキヌバネドリ目のキヌバネドリ科の鳥ケツアールと言われている。その体は宇宙生命、つまりコスモゾーンで形成されており、関わった人々の魂をも吸収して体内で同化し生き続けることも可能。話によっては人間との間に子供を設けてもいる。時空を超えて存在する超生命体火の鳥を狂言回しに過去と未来を交互に描きながら、テーマである生と死、つまり輪廻転生という哲学的な問題を深くえぐる。手塚治虫の代表作にして
ライフワークとなった作品である。そのセラフィムが手塚治虫の書いた火の鳥であったかどうかということは別にして、セラフィムは中世に表現されたケラブあるいはケルビムと同一神、つまり第一天使であったと私は考えています。左がケラブあるいはケルビムと呼ばれていた神です。そして右がセラフィムです。全く同じである点に注意してください。三対の六枚の翼を持っています。そのケラブあるいはケルビムはエアー延期プロメテウスでした。その証拠がベートーベンが作曲したあの大工交響曲の中にありました。上から4行目に注意してください。 Und der Kerab steht vor Gott vor Gott。 大工の中では最強のフォルテがこの部分にかかってきます。ここにはこうあります。地天使ケルビムは神の前に立つとです。大工交響曲はまさにエア延期プロメテウスをたたえた交響曲ということになります。となるとここに表現されている地天使ケルビムというのはエア延期プロメテウスということになります。そしてその証拠がセラフィムの絵の中に残っていました。もう一度セラフィムの絵を見てください。セラフィムです。この神は誰かということですね。炎に包まれた神、すなわち死天使と言われています。でこの神は誰かということですけども、いろいろな、画家がですね、アーティストがいろいろな四天使を表現しています。このような形で描かれるのが一般的ですが、しかしこんな絵もあります。注意深くご覧ください。中央部に注意してください。このように目が表現されることが多いということです。このセラフィムの中心には目が描かれています。こうした事実を知ってか知らずか、多くの芸術家たちはセラフィムをこのような形で表現しています。中央の目に注意してください。そしてこの絵の中では三角形で囲まれた目が表現されています。まさしくマルドックの三角形にプロメテウスの目が表現されているということになります。これでセラフィムが誰かもう皆さんお分かりですね。セラフィムつまり四天使はエアー延期プロメテウスだったということになります。Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. A symphony for Prometheus, Mystery of Symphony No. 9.
In this video clip, I'd like to explain about the mystery, why and for whom Lulich compares Symphony No. 9. なぜベートーベンはまた誰のために第9を作曲したか、その謎にこのビデオの中で迫ってみたいと思います。まず第9についてですけども、第9の詩はですね、もともとは、と言いますか、シラーの作詞によるものです。シラーがドレスデンの大会のために作詞した詩をですね、で、ベートーベンが載せて第9を作りました。シラーはフリーメイソン D でしたね。そしてベートーベンはフリーメイソン D であったかどうかということについては、確たる証拠はありませんが、まあその可能性は、まあ大変大きかったということですね。で、この第9に載せられたこの詩はですね、もともとはフランス革命の時に、ラ・マルセイーズのメロディーで学生たちが歌っていたものだそうです。まあ、これがベートーベンの、まあ、直筆の、楽譜ということになりますね。そして、1824年に完成して初演がなされます。まあ、これがその楽譜です。で、もともとはフリーメイソン・リーの理念を信じたものであり、ドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれた。ということですね。まあ、これで大工の性質といいますか、性格が皆さんにも理解していただけると思います。もちろんベートーベン、冒頭の部分はベートーベンが作詞したと言われています。まず神々の系図ですけども、これがシュメールの神々の系図です。で、この系図の中で注意していただきたいのがエンリルですね。そして、まあ、延期。エンリルは人間の改造に反対し、延期はその反対を押し切って人間を改造します。その孫娘がイナンナ、すなわちバビロニアの頂点のに立ちます、バビロニアではですね、頂点に立ちますイシュタールです。で、これはギリシャ神話の、まあ、神々の系図といいますか、系図ですね。で、こうして並べてみますと、大変奇妙、興味の深いことがわかります。で、これがシュメールの神々ですね。で、右の方がバビロニアの神々です。で、こうして並べてみますと、まあ、シュタールは、イナンナですね。イナンナ・シュタールは、孫娘でしたけども、バビロニアでは頂点に立ちます。そして右に、シャマーシュ。イナンナと、シュタールとシャマーシュは、兄弟だというふうに言われています。で、エンリル、エンキが、まあ、その、シュタールの下にいるわけですね。で、イナンナが頂点に立つと。で、スインっていうのは、イナンナ、まあ、シュタールの、まあ、父親ですよね。で、右にシャーマシがいます。これがギリシャ神話の中ではヘリオスになります。そして、アポロに太陽神の神を奪われた後、まあ、シュタールと組んでキリスト教を立ち上げます。で、下がですね、ギリシャ神話の神々ですけども、赤い枠がこれがチタン族です。そして、ブルーの枠が、これがオリンピアンですね。で、ヘリオスはここにいます。いわゆるその、チタン族に属しているわけですね。で、チタン族と、まあ、オリンピアンが、まあ、戦争状態になり、そして、まあ、チタン族が負けるわけです。上の中央の丸赤四角が、これがレアです。ゼウスの母親ということになっていますが、まあ、その母親イコール、妻イコール、娘ということは、まあ、神々の世界ではよくあることです。で、頂点にガイアがいます。で、こういう系図で、まあ、あったわけですけども、ここでチタン族と、それからオリンピアンが対立関係に入ります。で、チタン族とオリンピアンが戦い、結果的にチタン族が敗れ、オリンピアンが、まあ、勝利します。で、オリンピアンの頂点に立つのがゼウスということになるわけですね。で、このゼウス。このゼウスですね。そして、まあ、私はゼウスイコールザラスストラというふうに考えていますが、まあ私は考えてるだけですね。それで、ゼウスとザラスストラの、まあ息子ってことになるわけですけど、ミトラとアポロと。で、ミトラとアポロはギリシャ彫刻の中では顔が同じですね。ということは、ギリシャ彫刻は、まあミトラとアポロが同じ神であることを、まあ彫刻を通して私たちに教えているってことになります。で、ミトラ。まあミトラっていうのはザラストラの、まあ息子になりますし、アポロっていうのはゼウスの息子になるわけです。そして、ヘリオスとレア、まあ、イシュタールですね、組んで、キリスト教を立ち上げます。ヘリオスがキリストという、イエスという名前を語るわけですね。その流れが、カトリック、まあ、チョーチンローマとフリーメイソンへと繋がっていきます。まあ、頂点に立つのが、まあ、結局は、まあ、レプタリアン族と、それからトールワイト系ということになりますが、トールワイトがいつ、その、まあ、
右のブルーの枠の中に入り込んできたかということについては、私はまだよくわかってませんが、いわゆる白人というものが生まれたのはですね、今から8000年前だと言われています。そういった論文も発表されています。そしてこの両者はですね、対立関係に入ります。そしてまあずっと現代に至るまで対立関係になるわけですね。そういう流れの中でモーツァルトが魔笛を発表し、またベートーベンが第九を作ったということです。ベートーベンが第九を作曲して、まあ、ローマンカトリックに対抗するわけです。そしてそういう過程の中からフランス革命が起きます。まあ、この前後に徹底した弾圧が行われるわけですね。ローマンカトリックによる、まあ、フリーメイソンのへの対立、弾圧が起こります。その文書は、この続くビデオの中で皆さんに紹介します。そしてその流れがずっと時代を下りまして、アメリカが独立した時に、いわゆるそのフランスのフリーメイソンリーたちがアメリカに自由の像を送ります。そしてこれが、大学の歌詞です。この中にそのいくつかのヒントが隠されています。ここにエリゼウムという言葉があります。これはギリシャ神話における理想郷を言います。天上楽園ですね。エリゼウム。まあ、このエリゼウムについてはいろいろな絵が描かれて、まあ、イメージとして描かれていますが、これもその中の一枚です。いわゆる天上楽園ですね。そして、まあ、その中にですね、順に追っかけていきますと、ここに、まあ、その、もう一つのヒントが出てきます。うーん、でーっていうのなんでですね、地天使ケルビンは神の前に立って言ってるんですね。ケラブ。これはキリスト教側が言うケラブ、地天使の、まあ、なんて言いますか、イメージ図です。で、まあ、こういう形で表現されてるわけですね。で、ここのところに星空の上に、っていうふうに書いてあります。これ、赤月さんという方が指摘してくださいましたけども、星空の上にっていう言い方はキリスト教ではしませんね。星空の上に神、星空の彼方に神はいるという言い方は、これはキリスト教の言い方ではありません。それとも皆さんはキリスト教でそのように言っていることを聞いたことがありますか？ないでしょ？まあ、この星空の上にっていうのは、いわゆるそのフリーメイソンリー側の神の、まあ、いるところってことになるわけです。まあ、ここでも出てきますね。星空の上に、星の彼方にという言い方をするわけですね。そこで問題なのは、ケラブというのは誰かということなんですね。先ほどお見せしましたのは、あれは、キリスト教側のケラブです。地天使です。で、地天使ケルミは神の言ったところは、まあ、ちゃっかり横取りしているということになるわけですけども、ケラブというので調べてみますと、ケラブの像というのはあるんですね。まあ、これが、英語でケラブというときは天使一般を指しますので、そこはちょっと難しいというか混同なさないでくださいね。これがケラブです。で、このケラブの、まあ、像でですね、一番、まず注目したのはこの足なんです。足にこう、鎖をつけてますね。で、鎖をつけてるということは、まあ、天上から追い出された、まあ、神ですよね。いわゆる人間改造したがゆえにですね、天上から追放されるわけです。その、像がですね、左の自由の像となっています。ということは、このケラブというのは、足に鎖を巻いた、まあ、自由の像と共通性があるということですね。すなわち、プロメテウスだということになるわけです。プロメテウスも足に鎖をつけて野に放たれ、そして、毎日、こう、鳥にですね、体をついばまれるという刑を受けるわけです。しかし、一晩経って治っちゃうんだそうですね。神々というのは。まあ、ともかくも、そうしますと、このケラブというのは、プロメテウスということになるわけです。ケラブイコール、プロメテウスという結論が出てきますね。すなわち、大工で歌われているケラブ、すなわち神というのは、プロメテウスのことを指すというわけですね。で、ローマンカトリックの方では、このケラブのことを、まあ、ケラブと言いますかね、プロメテウスをルシファーと呼んでいます。まあ、サタンですね。最悪のサタンのことを、ルシファーというわけですけども、同じプロメテウスをルシファーと呼び、一方、フリーメイソン側では、まあ、人間の、いわゆるその、創造主という形で叩いているわけです。まあ、どちらが正しいかわかりませんよ。その結果はこれから出てくるわけですからね。いわゆるその、核兵器を持ってしまった人間がですね、まあどうなるか。それはこれからの人間の選択にかかってくるというわけです。そしてまあここですね。で、ケラして、フォーゴーって、まあフォルト、フォルトでここの部分は大学の中で歌われるわけですけども、地天使ケルビンや、ケルビムは神の前に立つ、ケラブですね。ケルビム。まあ、いろんな意味方します。ということで、大工というのはですね、ベートーベンがですね、いわゆるプロメテウスのために作曲したということはこれで証明できました。
で、続くビデオを見ていただきますが、その前に一つ大きな間違いをしていますので、ここで訂正させていただきます。続くビデオはナンバー844ですけども、2014年の5月ちょうど1年前に作ったビデオですけども、その中でですね、その時はまだケラブというのは誰かわかりませんでしたので、キリスト教側が言うケラブを持ってきまして、そしてこれがですね、イシュタールの図と同じだということで、これはみんなイシュタールですけども、ということで、これをケラブというふうに、いわゆるルシファーというふうに誤解してましたけども、それはこの場で訂正させてください。この部分は間違いだということですね。もし矛盾する点がありましたら、今までここで ご覧いただいた内容を優先して判断してください。ごめんなさい。ということで、続くビデオをどうかお楽しみください。